はい、こんにちは、ポーズチャンネルです。今回はですね、爬虫類のガチャガチャ8コット2が最近発売されたばっかりなので、これはやるしかないということでねたくさん引いてきたので皆さんに紹介したいと思います。今回はね、全種類コンプリートするまで引くってことでね、うちのチュミさんが全部引いてきました。いやー、いくら使ったんだろう。怖いぐらい両替したの覚えてるんだけど、いくら5000円札が吸い込まれてたか全然記憶にないんだよね。ね。今回のやつはね、全9種類で、うち1種類がシークレット。うん。なので、9種類コンプするまで帰れませんってわけだったんですけど、うん、まあ、それで1回200円ってことで、うん、まあ、何回引いたのか。うん。9種類。9種類。200円。さらっと引いても1800円だよ。だね。うん。今回はね、全種コンプするまで帰れませんっていうことで、こうちょっと確認しながらね、引いてきたんですけど、それで全種はコンプしてるはずなんだけど、どうしよう、引いてなかったまあそれは一旦置いといて、うん、コンプしたまでね、いくら使ったのか、うん、そちらをぜひ注目してもらえればと思います。はい、早速出しますよ。どうぞ。じゃじゃん。多くないね。これうっすら見えてる黄色いやつがあると思うんですけど、うん、それがカプセル1個なんだよね。結構小さめのカプセルだよね、うん、1個出してみたら。そう、じゃん。で、このカプセルの中にね、8コットが入ってて、それが1個200円と。というわけでね、こうやって買っちゃったんですけど、全種類何が入ってるのか皆さんに紹介したいと思います。ということで、全種類はこちら！じゃーん！こんな感じで、めっちゃ可愛い9種類が揃いましたー。よかったー、揃ってて、ね。一番右のやつ何なんて感じになってるよ。これ？逆。こっち？うん。これはね、双子ちゃんです。双子ちゃん ね、お腹がね、もう真っ白でね、プニプニしてるよね。いいよね。これぞ双子って感じ。じゃあこっちから紹介していきますか。はい、まずこちら、双子ヒゲトカゲね、お腹がプニプニした感じの、かわいい。横向けてみて、こんな感じ。わかってるね、これはね、双子のことがね。そして青じたトカゲ。青じたちゃんだね、かわいい。ペロペロしてる感じね。ペロペロしてる。北かな、どうだろうね、東かな。いや、な、東でも北でもなさそうなんだよね。かわいい。北かな、いやでもな、わかんないな。北であってほしいみたいな感じになってる。そしてボールパイソン。うん、ボールパイソンさんですね。これなんだろうね、モルフ。ボールはよく、モルフがよくわかんない。ノーマルじゃない、ノーマルなのかな。うん、ボールです。まあ柄によってね、いろいろ違ってくるからわかんないけど、うん、はい。そして赤目カブトトカゲ。赤目さんね。うん、かわいいね。昔ね、赤目飼いたかったんだよね。そうだね、言ってたね、うん、そういえば、うん、こちらグリーンイグアナ。グリーンさんだ ね、やっぱでかいね。でかいね、他の子に比べると。うん、明らかにこうでかいわ。うん、はい、ちょっとね、バナスパワー欲しいとか言い始めてるけどグリーンイグアナです、はい。そしてトッケイ。トッケイだね、かわいい。尻尾がちょこんとしてる、うん。そしてこちら2つ、じゃん、レオパー。これはラプターです。うん、こちらマックスノーです、うん。レオパー2種類今回ありました。 ね、かわいい。マックスノーはうちにもいるから、こんな白くないんだけどむしろこっち寄りなんだけどね。これマックスノーっていうよりスーパーマックスノーだよね。うん、まあ細かい話は置いといて、うん、はい、かわいい。そしてね、シークレットですよ。じゃん、これ粒子かな。ボールパイソン、ね、ボールパイソンの粒子かな、うん、かな、かなです。まさかのシークレットでした ね、これも揃っちゃいました。はい、はい、今回ね、この9種類揃えたわけなんですが、これね、そのままフィギュアとして飾るのもまあいいかなっていう気もしないでもないけど、うん、実際ね、これケーブルにくっつけて楽しむフィギュアということでね、うん、ケーブル持ってきたんで、うん、はい、つけてみてつけてみたいと思います。はい、こんな感じでね、可愛く連なっております。いや、これ可愛いわね。全部つけたらなかなか重量感があるんだけどでもめちゃめちゃ可愛いですね。これレオパとか特になんか可愛い感じだね。可愛いね。双子のこのぶら下がってる感じもケージから覗き込んでるみたいな感じですごい可愛いんだけど ね、このね、やっぱお腹だよね、ポイントは、うん、お腹だね。実はね、これ8コット1も回して持っているんですけど、それよりね、しっかりくっついてるっていう改善されたのかな。落ちづらくなったわけね。落ちづらくなった。結構良かったじゃん、それ。良かった、かわいいね。はい、というね、こういうかわいい8コットなんですけど、フルコンプまで何回回したのか今から発表したいと思います。はい、ちょっと
私もドキドキしてるんだけど、すでにね、これ9回回してるわけよ。うん、ここで1800円。うん、はい、ということでね、ここから並べていきたいと思います。怖いよー。はい。あった。すでに15個だよ。3000円。3000円突破。4800円だけど、まだあるんだけど。結構ある？いや、あとちょっと。あとちょっと？あとちょっと。まだある？ラスト。ラスト。おー。ってことは合計？合計ラスト24、25、26個。26回。かける200円で5200円でございますと。めっちゃ使ってんじゃん。結構いったね。怖っ。まあね、でも可愛いから。しょうがない、これは。しょうがないの？しょうがない。まあ、ちなみにね、今回ね、チラチラ見てた感じだとね、うん、当たった回数が多かったのは、この時計と、うん、意外とシークレットのこのね、ボールパイソンいったよね。これめっちゃ出たよね。あと赤目カブトトカゲかな。赤目出たね。で、フトアゴさんと、が出てきて、うん、あとほとんど出てないね。青ジタ2匹、ね、イグアナちゃん2、3匹そうだね。イグアナちゃん2匹かな。で、レオパも2、3匹だよね。レオパ、この子が最後に出たから1匹で。この子も多分2匹ぐらいしか出てないと思う。なんかすごい偏りがあったね。そう。青じた最初全然出なくてね。ね。被るんだったらせめて青じたって言ってたんだけど、全然出なかった、ね。っていうような感じになりましたと。はい。ということで今回5200円も使って、こんなね、可愛いマスコットフィギュアが手に入りました。もうね、お金のこといいや、とりあえず。確率の壁を超えた。これで。これが大人の力だよ、きっと。そうなのね。そうなの。ということでね、このハチコット、欲しい爬虫類がいる方は、お財布などをまず気にせず、一旦置いといて、ガチャガチャ回してみるといいと思います。出るまでね。出るまで。うん。うん。それが推しというものだ。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。